旅行と仕様を説明します。私の課題としてはやっぱり奥行きを持たれるっていうことが、嫌だったので、それをどうするかっていうのがすごく課題でした。で、小内巻き込みとか一本背とかあるんですけども、その中で、横落としも奥襟を持たれた時に使っている技です。ポイントとしましては、ここから頭を奥を持たれたところから頭を抜きます。そして相手の出たる足のところに腰を落としていくんですけども、どうしても借りたい借りたいと思ってこっちに回ってくる人がいるんですけども、それだとかかりません。まっすぐここに体を捨てるように、こっちに行くとからないです。まっすぐ頭を抜きながら自分が落ちていくような形、そして、ここで大きく車を回すように腕を回します。ここを持たれて抜いて、こんな形です。ちょうど、股関節が相手の足のところ、かかとあたりに落ちるように、ここに体重を持ってきて上で回します。私の小内刈りは、足の形からまず説明すると、つま先を上げる、内側に向ける、膝をまず前に出す、こういう角度できるような感じなんですけども、そして、点を大事にします。くるぶしの内側の くるぶしの少し前の柔らかいところ、ここを相手の内側のくるぶしの後ろの柔らかいところ、ここに当てるように、ここで内側です。で、膝を出すと倒れる。これで引っかかる感じが分かるんですけど、この形に足を持っていきます。上げて内側、膝を出す。どうしても小内刈りというと、引こう引こうとするんですけども、引くよりもどっちかというと膝を出すようなイメージにしていくと、お尻を引くことなく相手を勝っていくことができる。で、軸足の方なんですけども、外に向かないようにできるだけ相手の後ろの方に向くようなイメージで、私は横に出して、もしくは1、2から、どちらかを使ってました。で、音を聞いてもらうと分かるんですけども、どちらかというとバコッっていう音が鳴ります。で、もう少しポイントを言うと、刈るんですけども、ここから刈り切ろうとしないで、相手の足が少し浮けばいい、少しだけ移動すればいいような形でやります。刈り切ろうとしないで、ここで止めるような感じです。で、足の動きとしては、さっきの形が横に移動していくものです。こういうタイプワークなんですけど、これがこの形で、こっちの膝曲がった状態でやるような形です。ですから、足が後ろからだと思って、ここから刈りに行くよりも、横から入ってくる。
横から、カル。どんなイメージでいきます。カルので、釜のような形を足で作っています。で、相手が止まっているときは私大体、この釜のようなイメージ。で、こう上りをしています。他に出てくるときがあると思うんですけども、そのときは、腹。足払いとかを使う。腹のここを使って使い分けています。動いているときは腹。困っているときは腹。というイメージで私はやっています。次は手はどうするかというと、あまり動かさない。相手の中心のところに手を持ってくるんですけど、こっちのも中心を持ってきます。でも、ここからすごい力を加えるというよりも、相手をスッと詰まらせてしまう。詰まらせた後、相手が裸足になるので、こっちに来たりあっちに来たりになるんですけども、それを生かさない。このままの状態で保っておく。右にも左にも行かせないように、真ん中に保って、バランスを取っておきたい。ようなイメージです。小外刈りも小内刈りも変化で、やってます。ほとんどやることは一緒なんですけども、当てる位置がちょっと変わってます。私の位置は一緒。相手の、はめるポイントは、外のくるぶしの後ろ、やわらかく。ここに当てるような感じで、特に変化をやってたんですけども、立ち位置を変えて、やることを一緒。という感じです。このままこの点を大事に当てます、上半身の方なんですけども、これもほとんど一緒です。真ん中に入れてたんですけども、少し詰まらせるような感じで移動してきて当てます、これは相四つでも、例えば相四つでもこの状態から少し移動しておいて大丈夫っていうのもあります。で、さっきから点が大事って言ってるんですけども、なぜかっていうと、一発で投げるときと剣で抜くときがあるんですけども、このとき足を抜いてこれがくっついていく、このときに点を大事にしていると点が逃げたところでついていけるんですけども、全体で狩りに行っていくと、狩りに行ってると、逃げてから、全体から逃げたときに追いかけない。この小さな点で、相手の動きを察知して、くっついていきます。一発で狩りなきゃいけない。この剣で、持っていきます。小外でも、間違いよくやったのは、この状態で、引っ掛けてから剣で点を大事にしてやっていくようです、その剣剣の時なんですけども、相手の剣剣に合わせるようなイメージが大事です。一人呼ばれて自分だけ剣剣するんじゃなくて、相手が嫌がって元気に合わせて、少しずつ手は少しずつ崩します。一気に崩さないです。元気に合わせて少しずつ崩すというイメージでやってました。横落としなどは、昔外国人が肩車得意な選手がいたんですけども、その選手の真似を一生懸命やってたんです。そしたらある時に、この肩車よりこっちに入った方がいいんじゃないのかなと思ってやったのが横落としでした、でその横落としを身につけたって思いついてやり始めてから、
試合でやるまでに 4,5 年はかかったと思います。ただその間も一生懸命ずっとやり続けてたっていうエピソードはあります。私が思う柔道っていうのは、他の競技に比べてセンスがそれほど必要ないんじゃないのかなと思ってます。他の競技だと身長が高くなければいけない、力が強くなければいけない、体格的に向いているものがあるかもしれないですけども、柔道であればいろんなことで補えるので、それを自分の強みを生かして、強くなれるものじゃないのかと思ってます。ですのでこれから柔道を志す人は自分の強みをしっかり生かして、自分の目標を持ってやってほしいと思います。